皆さん、この講座では自己複製6ということで主にですね DNA RNA からをを作る転写とといいいいう過程を勉強していきたいと思いますよまあね転写っていうワードはもちろんあるんですけれどもまあえっと写し取るっていうことなんですよね。で DNA を元に RNA を作るってわけなんですけれども、まあ、そのコピーっていう言い方できなくもないからなんか複製とねごっちゃになる人が多いんです。 DNA から DNA を作るのが複製。DNA から RNA を作るのが転写。ここね、しっかり区別しておいてくださいね。ここでつまずいちゃうと一生もう訳わかんなくなっちゃいますからね。では、行きましょう。アブストラクト。1個目です。RNA と DNA。 ここでですねもちろんなんですけれども DNA から RNA を作るのが転写というわけなのでそれぞれ DNA ってのはこんなものですよ RNA ってのはこういうものですよっていうのを、まあ、復習を範囲を含みながらも勉強していきたいと思いますが DNA と RNA をひっくるめて拡散といいう言い方もしますでこの拡散のですね専用のコマも後の方で用意してあるんですね。 なので、まあ、DNA と RNA を、まあ、転写に関わるところだけ勉強するのが今回のアブストラクトの1個目 DNA と RNA の専門的なところは拡散のコマで取り扱うということにさせてください。でこの転写を勉強した後にはじゃあ転写のちょっと、まあ、アレンジパターンというか。 転写のちょっと違うパターンとして逆転写というものも勉強していきたいと思います。それがアブストラクトの三つ目。まあね字の通りなんですよ。転写の真逆。これが逆転写ですからね。えー、っと今回のこのアブストラクトのこの三つ、あくまでも転写を勉強するために必要なそれぞれ三つのアブストラクトだと思ってください。では一個目です。RNA と DNA。 思いい。出してみてみくださいセントラルドグマというものがありました。セントラルドグマってどんなんだったっけって思ったそこのあなた昔の科学者さんが「あれ生物って別に人間だけじゃなくて基本的には DNA を DNA を増やす過程複製をした後にその DNA を RA に移す過程転写を経て その RNA をもとに体タンパク質を作る翻訳をしてるんじゃないかなこの3つの経路を使って DNA からタンパク質を作ってるっていうのは人間だけじゃなくてどの生物も共,有な共通なんじゃないかなって言ったこの一連の流れの考え方をセントラルドグマと言います。でこの複製転写翻訳それぞれですね。 繰り返しになりますけれども細胞が分裂するために DNA を増やす工程のことを複製と言います転写これは DNA から RNA が作られる工程この講座で一番、えー、と僕が強調するところですねで3つ目翻訳 RNA をもとにタンパク質が作られる工程ですからねでは RNA と DNA の次の話に行きましょうまずは DNA の話これ DNA の話ですからね ヌクレオチドの中の塩基はくっつく相手が決まっています。アデニンという塩基はチミンとしかくっつきませんし、グアニンという塩基はシトシンとしかくっつきません。例えばですけれども、こんな感じに上からアデニン、グアニン、チミン、シトシンという並びの塩基があれば、アデニンの相手はチミンと相場が決まっております。 グアニンの相手はシトシンと相場が決まっておりますチミンの相手はイカ略シトシンの相手もイカ略ってなわけで上から AGTC と並んでいるとその相手としては TCAG という風うになるわけなんですねこれは DNA の話でしたでは続いて RNA の話です DNA を作っている塩基と RNA を作っている塩基は一部異なるところがあります DNA の塩基は4パターンあってアデニン、グアニン、チミン、シトシンでしたけれども RNA の塩基のパターンもやっぱり4パターンなんですけど1箇所違いますアデニン一緒やグアニン一緒やウラシルなんやそれシトシン一緒やということでウラシルだけ違うっていうことになります DNA もし DNA だったらチミンが来てるところに代わりにやってくるのがウラシルなのでアデニンの相手としてくっつくのが ウラシルといいいうに思っておいておください実際のパターンはこんな感じ上からアデニングアニンチミンシトシンというふうな DNA の並びがあってこの DNA とくっつく RNA はどういうふうな組み合わせになるかというとアデニンの相手って DNA やったらチミンだよねでもチミンって RNA ではないからそっか代わりにウラシルってやつが来るんだったなーってことでアデニンにくっつかい手がウラシルでグアニンにくっつかい手がシトシン。 地味にくっつですちなみにですね RNA は DNA とこんなふうにくっつく瞬間はありますがこれは RNA の中ではかなりレアパターン基本的には RNA は一本差で存在していることがほとんどですでは続いて2つ目のアブストラクト転写って何、まあ、今回のねこの10分ではここが一番大事ですから。 もううんって思っててて聞いいいおください転写、まあ、人間の体の基本とも言えるものはタンパク質でですよねでこのタンパク質っていうのはどういうふうに作られるかっていうと DNA の中の塩基の並び方で決まります。ってことは、まあ、よくね俺もそう言ってたし DNA っていうのは体の設計,上なわけあ設計図なわけなんだよね。で えー、リボソームっていうのはそのはタンパク質の向上なわけだよ、ね、じゃあこの DNA がリボソームのところまで行ってリボソームはなるほどね今俺 DNA 読んでんだけどそっかそっか人の体ってこういう風に作るのねっていう風に作るのって言ったら実はそうじゃなくてワンステップ挟むんですよそのワンステップはどういうものかというとこんな感じ実は DNA から一度 RNA を経てタンパク質が作られます 実際にリボソームに行って読み込まれるのは、この RNA なわけなんですね。このタンパク質翻訳の過程の上で、DNA から一度 RNA を減る、これが転写です。このスライドで言うと、赤い矢印の部分、DNA から RNA が作られる、 ここが転写になります、まあ、考えてみたら、まあ、これも確かに頭いいシステムだなって僕は思いますどういうことかというと DNA は体の設計上の原本ですよねこれが傷ついたり汚れたりなくしちゃったりしたら大変細胞からタンパク質を作るたびにこの DNA を持ち出してたらなくしちゃったりしそうですし汚しちゃったりしそうですよねだからもう DNA というのは基本的には 保管しておいて使うってなったらその DNA のコピー取ってそのコピーを工場に届ければ別にそれ何も困りませんよねこれってすごく理にかなってませんか人間の体でも同じことが起こっています DNA が直接読み込まれるんじゃなくって DNA のコピー RNA が工場に運ばれてあ、なるほどねこういう風に作るのねっていう風にされてるわけです では続いて3つ目のアブストラクト逆転写って何僕たち日本人はラッキーです転写の逆だから逆転写転写って DNA から RNA でしたよね逆転写はその逆なので RNA から DNA というふうに逆向きの流れに DNA が作られることそれを逆転写って言います実はですね ウイルスの多くは RNA しか持っていないと言われています。DNA を持っているウイルスもあるんですけれども、まあ、それは結構例外レベルで少ない。ウイルスといえば RNA しか持っていません。で、そんなウイルスの中でも、ごく一部のウイルスというものは、実はですね、 RNA から DNA を作り出して、宿主の DNA と組み込ませることができるんです。すごい厄介なやつですよね、えー。どういうことかっていうと、まず宿主っていうのは感染しているその先のことです。人間がその病気にかかった時には、その人間は宿主と言います。ウイルスがあの入り込んじゃっている相手のことですね。で、ウイルスは その病気になった人の体の中でこういうことをします。よし、俺の体をこの人間に作らせるぞ。じゃあ、俺のこの設計所 RNA を一旦 DNA に逆転写して出来上がったこの DNA を人間の DNA のところに潜り込ませるぜ。そんなことされたら人間の体たまったもんじゃありません。人間の体の中の設計所の DNA の中にウイルスの DNA が紛れ込んでるわけです。それを元に翻訳が行われてしまいます。 で実際に人間の体の中でそのウイルスはどん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 作られてしまうわけですね。こうやって増える戦略を取るウイルスがいるわけです。頭いいし恐ろしいですよね。このもちろん全てのウイルスがそういう手はずを取るわけじゃないんですけれどもこういった、えー、特徴を持っているウイルスもいるわけです。でこのウイルスの作戦が逆転者というわけ。大丈夫ですか RNA から DNA が作られるその過程が逆転者というわけです。では D、CBT っぽい問題を解いていきましょう。逆転者はどれかさすがにこれはわかってほしい。ほんにゃらからほんにゃらが作られるのが逆転者だって転写は DNA から RNA が作られるものだからその逆だよね。ってことで答えは C。 メッセンジャー RNA CDNA かららがが作れれるこれが逆転者ですちなみに CDNA っていうのは何かっていうとここにちっちゃい文字で書いてます逆転者で作り出された DNA のことでした。ってことで答えは C です。皆さん転写ちょっと難しいかもしれないですけれども頑張ってついてきていただけましたでしょうか。え続いてはですねあの翻訳っちゅうものが待ってますからね。では、えー、自己複製7で皆さんお待ちしております。待ってるからね コピー機。コピー機苦手なんですよね。なんかあの、同じ書類をね、3枚印刷しようとしたら、1回300枚印刷しちゃって、あの、病院の,あの事務員さんにめちゃめちゃ怒られたことがあります。あれは本当に申し訳なかった。なんで300枚出たんだろう。